皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアライアンスアライブのファミ通紹介をしていきたいと思います。9人の主人公たちの視点から人間と魔族の異なる種族が織りなす重厚なストーリーを体験できるアライアンスアライブは、3DS の発売から2年の時を経て据え置きハードでハードディスクリマスター版がリリースされます。今回は大画面になったことで世界が大きく広がったほか、背景デザインに手が加わってリアルさがアップしています。戦闘もますます美麗になっています。広大な世界で体験する出会い、また雪の世界も存在するそうです。ではキャラクターを紹介します。雪葉姫、人間、女性、17歳、白霊道場の現当主で、家臣や領民を思い優しい心の持ち主で正義感も強いです。続きまして、シューザ、人間、男性、70歳、雪葉姫をそばで支える古参の老家家老で、かつては白霊城随一の剣豪として名を馳せていましたが、今は身を引いています。続きまして、四季、人間、男性、56歳、老練の侍で、先代当主の時代は剣聖と称えられるほどの達人でしたが、とある戦で最愛の娘を亡くして剣を置きました。ロビンス、ペンギン族、オス、年齢不明、オスのペンギン族で妻と3人の子供がいます。破天荒な性格をしていて、常に自分が一番目立つことを考えています。続きまして、結晶世界。まあ結晶世界はあれですね、まあとりあえずキャラクターを紹介しましょう。マチルダ、人間、女性、28歳、ドラゴンガードの隊長を務める実力者で、固い性格で聖教主への忠誠を重んじています。続きまして、聖教主、人間、男性、52歳、都市を統治する、宗教的指導者で、空の星々に語りかけて未来を占う一族の末裔で、先祖代々星教授の任を受け継いでいきました。そして序盤の舞台、閉鎖美術館。主人公がガリルやアーシェラが序盤に探索する遺跡、閉鎖美術館は、その名前の通り館内には様々な美術品が展示されていました。まあとりあえず、グロッサ・ラガン、魔族、女性、年齢不明、上級魔族で秩序と調和を持った階級社会を守ることが任務であると考えています。法を守り罪を許さない厳格な性格です。秩序を守る法の番人が立ちはだかります。一応敵になるんですかね、味方になってくれれば頼もしいんですけどね。というわけで今回はこの辺で、アライアンスアライブのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。